久保さん昭和館にしましまょうかあの昭和今平成終わって令和じゃないですかだけど昭和館っていうのがあってまあここにねいろんな昭和の,あの展示物があってあの、まあ、昭和を楽しめるということなんですけどで、まあ、もちろんその入園料みたいなのあると思うんですけどど,どうですかね <laughs> 昔を思い出すみたいな昔ってこうだったんだなみたいな。 懐かしいいねみたいななんかその何すかね別に新しいものでもなければもはや古いものじゃないですかじゃあその古いものを買うわけじゃないですよね見るだけですよねでも見ても楽しいわけじゃないですかまあだからこれがいわゆるその情報コンテンツってやつですね昔見ていたもの昔触っていたものを見るだけでも人間っていうのは懐かしいね楽しいねみたいに思えるってことですよね うんだからね、僕はそのコンテンツっていうのはね、まあ、今後、その要はまあ物ってまあ昔はその戦後、焼け野原になった時は全く物がなかったんで、だって焼け野原ですから、全く物がないじゃないですか。でもそれに比べると圧倒的な物の量っていうね、大量,大量生産、大量消費みたいな感じで、まあ、100均とかもすごいですよね、大量に作って、大量に作るからまあ安くなるだろうし。 だからもう今は物が溢れちゃってるので、まあ今は物でこう成功するっていうのは結構難しいんじゃないかなと思うんですよ。で、リスクもあるので。なので、情報を扱っていく、コンテンツを扱っていくっていうことをすることによって、うん、まあお金を稼げるっていう話ですよね。うん。だからもう本当情報コンテンツはね、おすすめですけどね。うん だって、の昔のね、僕と久保さんも昭和生まれですけど、昭和の話すると、懐かしいねって共感得られて、確かにそういうことあったねってなるじゃないですか。で、それで一つのなんか楽しみというか、なんか、提供できるじゃないですか。すごくないですか、これって。うん。だからね、もうやり方によっては無限にできますね。いってらっしゃい。